皆さんこんにちは、ドルフ大佐のロイドです。洋館ですよ。あー、どうもどうも、洋館さん、おはようございます。おはようございます。今日、今ね、見た通り北見駅前ですね。はいはい、おりますが、今日ここからスタートとなります。いいですか。イエーイ。はい、で今日が5月の何本でしたっけ。 8だね。はい、多分で、まあ、とりあえず発信しましょうか。じゃあ発信しますか。発信しますよ。来ちゃいました。あれ来ちゃったんですか。ナイスですよ。はい、でですね、まあ前回前々回、まあここ最近でね、走った中で、あのまあ北海道比較的こう桜が咲くタイミングがね、ゴールデンウィークと微妙に重ならないんだよねみたいな話とかね、あったと思うんですけど、今日今ね結構天気がいいんで、これ乗れるなってことで、もうお昼ぐらい近いんですけど、うん、本当は朝から乗れればいいんですけど、ちょっと用事あったもんで乗れなかったんですよね、洋館さんがね。イエ、はい、なので、今からね行ける範囲で、ちょっと桜をね見に行こうかなと。そうなの。はい、思っておりまして。あ、どうぞ、いつでも出発 OK ですんで。よし、はい、行くわよ。はい、右ウインカー私も出してますからね。 OK、 行くわよ。はい、どうぞ。よいしょ。で、その桜なんですけど、まあ、今まで私たちね、何度か、こう、こんぴら山っていう北見でも、上所町というところのね、こんぴら山って山の方に行ったりしましたけど、今回はね、ちょっと穴場というかね、隠れたスポットっていうのがどうもあるらしいということで、そこをちょっと行ってみようよと。そう。はい。いうことでね、今から向かうんですけど、比較的近いですんで、まあ、とりあえず分かりやすくね、駅からスタートしましょうってことでね、今日はここからなんですけど、はい、結構近いみたいなんでね、気をつけてください。影にね、車がこういう時いたりしますから、ね、大丈夫かな。はい、いいですね。よしよしよし、OK。はい、まずこれでね、国道の39号線に合流しましたね。おい。はい、でこれで今右に曲がりましたので、丹野町方面ですね、ちょっと先行くと網走とか、うん、そっち方向に今向かって走っている感じですね。おい。よいしょ。でその途中でね、京和っていう場所が、まあ、ちょっとなんて言うんだろうね、国道よりもちょっと一本ね、裏の道側というかね、中に入る、そうそう、裏道っぽい感じの場所に京和地区っていう場所があって、そこにあるね、京和桜の森公園だったっけ、確かね、そんな名前だったよね。さあ、そういう場所がねどうもあるらしいと、いうことなんで、そこをね今から目指していきたいなと、はい、はい、思っております。秘境っぽいですよ。そう、なんかね、ちょっとまたね、地図とかも見たんだけど、うん、ちょっと、あ、こんなとこから行くんだみたいなね、場所なんで、うん、ちょっとね、分かりにくいかも、初めてだとね。かもね。さあ、まあ私、なんとなく分かりますんで。私は全く分からないです。全く分からない人間を前に走らせるっていうね。ねえ、この無謀なチャレンジ。まあ、大丈夫でしょう。行きます行きます。おい、信号でーす。はい、まあという感じでね、なんとか散ること散る前にね、桜を見れそうなんでね、私たちね。まあどうでしょうね、最近風強いですから。そう、今日もちょっと強くて、今ね、左前の空がね、もうああいうすごい色して、ちょっと雨も降りそうなんで。さっき若干降ってたね。あ、やっぱそうなんですか。うん、いや、なんか天気がね、やっぱ良くないんですよ、今週末も。ゴールデンウィーク明け平日2日間、昨日一昨日のね2日間はね、もう夏みたいにこっち暖かかったんですけど26度とか行きましたからね。え、もうほんとぴったり土日。そして土日また雨予報っていうね。今日はまだ今んとこなんとかなりそうなんで、乗ってるっていう感じですね。よしか、はい、行くぞ。はい、まあ、当分ねこのまま行きますんでね、 OK ですか。はい、はい、また私ナビ出しますから後ろから指示ください。はい、指示しますよ。はい、ちゃんとテンパらないでちゃんと聞いてくださいね。なんで前じゃないのかっていうね。いや、よっぽど危ない場所は私前出ますから。あ、はい、そんなスタンスで行きますからね。さて、ずっと39号をね、丹の方向に向かって、まあ、5分ぐらいですかね、ずっとブーッと走ってきましたよ。
そろそろ北見でも郊外、まあ、花外れの方というかね、うん、になってきたんですけど、若干風が冷たい気がしますよ。そうですね、なんか大丈夫かな、通り雨ぐらいありそうで怖いね。この感じ。いやー、風が冷たいっていうのはちょっと怪しいんだよね、やっぱね。この状況どうお考えですか。危険です。はい、ということで、そろそろ私右入りますんでね。はい、はい、あ、じゃあ私よ。あ、どうぞどうぞ。はい、まあ右入ったっちゅうことなんで右折をしますね、そろそろね。はい、ちょうどですね、ここですね、これ今あの上に北見道路っていう看板がこう出てきてますけど、ちょうどあの無料の高速道路のね乗り場があるんですけど、はい、ここをね、まあ、右曲がるわけですよ。このセブンイレブンさんのある交差点ですね。曲がれ曲がれ、よいしょ。で、踏切を越えてですね、ちょっと行くと止まれ、とっ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 と交差点にね当たりますから、まずはこのまま進みましょうか。よし、オッケー、よいしょ、ブーンと行っていいですよ。このままね、あの目の前に赤信号ついてますけど、うん、この交差点はまっすぐ行きますから。まっすぐ行きますよ。はい、大丈夫、あの行きますよって言うけど道分かってんのかな。この人、さっきねドリフトさんになんとなく教えていただいたんで、あーなんか理解してなそうな雰囲気はね、プンプンしてたんだよね。うん、ああ、こう行けばいいのねみたいなね。そうそうそう、もう分かってないだろうみたいな。とりあえず言っとけばいいやみたいになってるだろうみたいな。オッケーオッケー。いや、こういうのを生返事って言うんだなと思ったよ。私は。聞き流してはないよ。いや、危なかったね。うん、あれどう考えてもね、理解はしてないなとは思った。うん、そうそうそう。大丈夫かな。あ、まあここでね、このまっすぐまた行って、橋を越えてするとね、また交差点に当たりますんで、はい、で次見えてくる交差点を左に曲がりますからね。左、はい、なんでちょっとね、国道からこうやって裏の方に入るわけですよ。うん、うん、いや、思った通りの道順だったよ。まあ、ここはさすがに私説明しましたからね。知ってるでしょこの道っつってね。何度も君北見住んでて通ってるでしょここみたいな。うん、いや、思った通りの道だった。うん、いや、これでね、いや言われてもわからんなとか言うようだったらね、もう前走らせてないから。うん、わかるでしょ。変われと。そうそうそう、お前無理だなっつって。ちょっとついてこいっつって。いや、ついてこいのセリフは譲れないな。あ、そうかい。まあ、とりあえずね、これ今高速道路乗り場ですよね。あ、バイクさん。うん、あ、何ですか。お、何ですか、バイクじゃないですか。わー、だだだだ、いいですな。次はホンダ？わかんなかった。よくヘルメット赤いなぐらいしか私見てなかったです、今。あ、本当。うん。あ、もう失格だね。車体もヘルメットも赤なんだなぐらいの感じで見てましたよ。失格だね。ドリフトさん失格。あ、すいませんね。失格。さあ、見えてきました。ここです、交差点左、道々の556号日牛内方面というところですね。ああ、信号が、あ、私は止まります。はい、はい、その辺でどっか端っこ寄っといてください。よいしょ。こっからね、左へ曲がって、あとはもう道なりみたいなもんですから。おい、はい、ということでね、このまま左に曲がりまして、まっすぐと、あとはもうね、結構道なりなんですよ。はい、うん、そう、見晴らしのいいあの畑がね続くんでね、ここは北海道らしいですよね、この感じはね。おお、千春が流れるんじゃない。君何かと最近千春千春言うね。大体さ、北海道でさ、こういう風景だとさ、うん、テレビだと千春じゃん。いや、まあそうなんだけどさ、あの、そもそもね、一点、うん、君は友達かなんかなのかっていうね。千春千春言ってるけどさ、友達かなんかなのかなと思って。いや、言っちゃうよね。どういうことなんでしょうね。まあまあ、とりあえずこのままかちょっと天気怪しいんでね、ちょっとあの雨気をつけながら、意識しながらね、行きますよ。うん、さあ、道道556号ずっと来て、あ、目の前に見えてきましたよ、あの共和公民館っていうあれが建物なんですけど、はい、ここなんですよ。ここを右折します。これを右折。はい、したらもうすぐですよ。
おっと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 。なんでもう本当ずっと道なりで基本的にずっと来てる感じですね。これ交差点になってるんですけど、そうですそうです。これですね。はい。ちょっと砂利とか多いと思うんで気をつけてくださいね。はい。ここです。はい、いいですよ、行ってください。よいしょ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 。ここからちょっと古い道ですんで、はい、若干このひび割れですとかガタガタ感ありますから気をつけて。すごいひび割れが。はい。ここ本当昔ながらって感じなんですよね。なんか小学校を思い出すね。ん？小学校の時を思い出す。小学校の時君こんなところに住んでたの？違うけどね。何を小学校の何を思い出すんだい？なんかさ、通学路とかこんな感じの道だったんだよ。うん、荒れてたってこと？そう。君なんか世紀末な人なのかな？やったーみたいな。2000X 年みたいなさ。そうそう。あ、やばいやばい。そうだね。危ない危ない。そうそうそう。世界はーって。そう。あ、でもこんな感じ。もうちょっとでもう右の方見えてきますからね。そう。はい。近い。近いですよ。もうちょっと桜もそころどころ見えてません？右側。もう見えてる。あれかい？ここですよ。おお。ああ、来ました。あれ鳥居あるじゃないですか。そう。ここです、ここです。その鳥居をくぐる。くぐりません。その横にですね、ダートが続いてますんで。はい。いや。これはどうすればいいんですか？どうするって右折ですね、要は。右折ですね。はい。あ、ありますあります。ここの今日は桜の森公園。あ、これは。はい、今車来ましたね。そっちの方に駐車場ありますから奥行くと。これはどうすればいいんですかね。はい、どうでは行きましょう。どうもこもないですよ。これダート行く。はい、ゆっくりですよだから。ああ、なんかちょっと雲が怪しい。もう。あ、桜がちょっとこの連日の強風で。やられちゃってんじゃないかな。散ってしまってるところがあるんでしょうか。まあでも咲いてますよ結構。まあまあ、はい、まあまあ入ってますよ。あ、いい感じのもありますね。あらあらあら、綺麗だね。このままでそこ右曲がったら一応駐車スペースありますからちゃんと。はい、これですね。ここです、ここです。左は綺麗な畑で右に行くと桜の森公園。ああ、来ました来ました。ここのスペースですか？あ、ここ止めて大丈夫ですね。はい、じゃあここ止めましょうか。これどういう風な感じで止めればいいんですか、ね、斜めにこのまま刺すような感じでいいんじゃないですか、こうやって。ただここ階段ありますから人が通る場所ですから気をつけてください、あんまり。これはどうなんでしょうね。どうというのは？この土が大丈夫でしょう。大丈夫でしょうかね。ただ右にあの斜面ですからこれ、はい、なんでちょっとね傾きが弱くなる可能性ありますけど大丈夫ですよ。大丈夫でしょうか。大丈夫です。俺もこうです。よし、着きました。信じるよ。はい。そういう時は手を離す前にちょっと軽くね、揺さぶって右に倒れないかとか確認してるといいですよ。ああ。斜面大丈夫かなって。教習所で習った気がする。ここを止めて大丈夫かなという確認をしてくださいっていうね。うん、いいんじゃないでしょうか。大丈夫そうかい？勝手に倒れないなっていう範囲であれば、まあまあ大丈夫ですよ。大丈夫ですね。はい。オッケーオッケー。大丈夫。よし。ということで到着いたしました。あ、散ってる。ほら。ああ。葉桜みたいな。ちょっとじゃあ中散策してみましょうか。はい。はい。じゃあまた後ほど。鍵抜いてください。あ、わかりました。すいませんね。うん。はい。じゃあそういうことで。はい。はい。綺麗だね。ちょうど今葉桜みたいにこうすごい散ってて、葉っぱがさ、ふわーって風に流されて飛んでるんだよ。すごい綺麗じゃないか。へえ、こんなとこあったんだ。うん、穴場だよね。ね、ですごいやっぱ木が低いよね。低いね。うん、低いからね、すごい近いんだよ、花までが。ほら、こことか綺麗に咲いてるよ。ちっちゃう、今散る前、今がチャンスですよ。はあ、ああ、ほら、蜂がさ、花粉を今集めてるよ。わあ。
気をこなさん。危ない。気をつけてください。焦らなくていいですからね。まあ、ちょっと雨がね、今降ってきて、ね、結構濡れてきてるんですよ、これ。これね、これ今水滴いっぱいついてますけど、だいぶ雨がね、ぼつぼつ今降ってきちゃったんで、行きましょうか。うん。よし。ちょっとあんまゆっくり見れませんでしたけど、しょうがないですね。うん。まあまあ降ってますよ。降ってますよ。よし、行きましょう。ぼつぼつヘルメットに当たる音がします。雨の。なんということでしょう。よしよしよし。はい。まあ、綺麗でしたね。綺麗だったね。はい。やっぱ散ってるのもあるけど、中にはちょっと遅咲きだったのか、今がすごい綺麗に咲いてるやつもいました。うん。はい。でももう多分風も強かったんで、うん、だいぶすごいね、ほんと桜吹雪だったね。ね。うん。あれは綺麗だった。逆に。吹雪いてる感じがね。まあ、今もちょっとパラパラパラって来てたけど。よいしょー。いや、通り雨だと思うんですが、結構雨が濡れちゃって、焦るわ。あ、この鉛色したやつですね。あ、ボツボツ言ってる。ああ、だから空気冷たいね。ねえ、うん、ああ、すごいすごいすごい、バチ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 言ってる。なんということだ。ラララララララ。はい、まあという感じでね、GoPro もあれですから、はい、ちょっと今日この辺でね、終了しましょうか。さらっともう桜を見に来たって感じでね。そうだね。はい、まあでもこれ北見周辺にお住まいの方でね、コンピラさんには行くんだけど、他になんかスポットないかなとかね、うん、ちょっと興味ある方、もう今年は多分、はい、今の感じだともうこの動画が上がる頃には桜散っちゃってると思うんですけど、うん、まあ来年、うん、春にでももしよかったらここを見に来るのもありなんじゃないかなと。あ、ありだと思います。うん、とてもなんて言うんでしょう、こう散策路とかなくて本当にただ広い斜面にいっぱい咲いてるんで、うん、こう何でしょう、芝生の上を散歩しながら見れるみたいだね。ね。そうそうそう、すごい身近というか目の前で見れますんで。うんうん。はい、とってもいいところだと思います。いや、良かったです。はい、ちょっとトイレとかもありましたしね。ありますね。はい。ただその紙とかはね、用意されてないんで。ああ、そうね。まあ、ね、そういうのはちゃんとティッシュぐらいはね、ちゃんと持っていけば。はい。はい。てか路面結構濡れてきたな。そうなんです。いやいや、冷たくなってきたね、足とかもね。うん。よし、ということでね。大丈夫かな？オッケー。いやーし、この北見方向にね、戻りますんで、今日はこの辺で終了したいなと思います。はい、ということで、本日もね、最後までご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしければね、また次回も、まあ、どんな動画になるか、まあ、こんな感じで駆け足動画になるかもしれませんけども、うん、はい、またぜひね、遊びに来ていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということでこの辺で終了したいと思います。おい、それでは皆さん、あ、またねー。またねー。バイバーイ。